ン山野井国対委員長、シリアや北朝鮮情勢で集中審議を NHK ニュース WEB。 民進党の山野井国会対策委員長は記者会見で、シリアや北朝鮮をめぐる情勢が緊迫していて、日本の外交や安全保障に関わる重大な事態になっているとして、速やかに衆議院予算委員会で集中審議を行うよう与党側に求めていく考えを示しました。この中で山野井国会対策委員長は、シリアや北朝鮮をめぐる情勢が緊迫化し、日本の外交や安全保障に大きく関わる重大な事態だ、安倍総理大臣も出席して集中審議を早急に開くべきだと述べ、速やかに衆議院予算委員会で集中審議を行うよう与党側に求めていく考えを示しました。その上で山野井氏は、安倍総理大臣がアメリカの決意を支持した根拠や、シリアでの化学兵器の使用に関する見解、それにアメリカの軍事行動が中国、ロシア、北朝鮮との関係にどのような影響を及ぼすと考えているのか、まだまだ政府からの説明が十分ではないので審議したいと述べました。また山野井氏は、共謀罪の構成要件を改めてテロ等準備罪を新設する法案が今週14日に衆議院法務委員会で審議入りすることについて、国民の中に大きな不安と疑問がある法案であり、強引な委員会運営や採決ありきで進めることは許されないと述べ、徹底審議を求めていく考えを強調しました。これに対してネットでは以下のような反応が。国会空転させてあらゆる審議拒否してるのは気概民進だろうが、欠席と審議拒否を繰り返していた連中が審議しよう、コントでもここまでひどいネタはない、集中審議を早急に開くべきだ、誠意な感じられない、審議拒否だ、邪魔してた側が何を言い出すんだ、お前らは世界情勢より森友の方が大事なんだろ、森友問題でやたら騒いでいた連中が言うことかよ、審議拒否散々しておいて審議する時間が足りないなどという意味不明な発言、厚顔持ちすぎてわろか、自分たちがやってたことも忘れたのか、森友の話はいいんですか、 WWW はぁ、あ、1ヶ月前からやっとけよ、トップの昔に深刻だったのに森友にうつつを抜かしてたバカどもは死ねばいいと思うの、山野井、我々の求めに応じて集中審議開いていただきありがとうございます。では早速森友学園についてですが、あるある笑えない、蓮舫じゃなくてこの人が党のイメージを下げてるんじゃ、それはない、みんな等しく深い、みんな等しく下げてる、こいつは民進でもトップクラスに不快なやっこだが、一般人はほとんど知らないからあんまり影響ない、不愉快さでは中トップの山野井&小西が一般での知名度皆無だからな、逆にヨシフは国会の中ではおとなしいし、売り出し中の玉木を忘れたらいかん、お前の党の中に北の工作員辻元がいるだろ、そいつを今すぐ尋問しろ、追う北朝鮮に詳しい辻元清美出世や、そりゃ民進党の支持率上がらんわ、どっちみち野党は関係ないから黙っててくんないかな、放火魔に消防職員は仕事しろと言われてる気分、審議を始めてもアメリカ及び西欧諸国×ロシア、シリアの情報戦に乗っかって化学兵器は本当にあったんですかとか、米国の単独行動は国際法違反じゃないんですか、そういう何周も遅れた議論に終始して、目の前にある日本の安全保障上の危機についての具体的な対策は議論しない予感。